ムーダクラップ、ここが貴様の墓だ。さあ死んでもらうぞ。お前の負けだ。ギャラクタイリュージョン、聖夜たちがジュデッカへ向かったと聞き、先を急ぐカノン、同じくアテナを追っていたシリュウ、ヒョウガと合流し、次々にスペクターたちを撃破していったが、灼熱の第五国に差し掛かったところで再びラダマンティスが立ちはだかるのだった。三巨頭の貴様がまたまたお出ましとはちょうどいい。雑魚続きで腕がなまっていたところよ。ラダマンティス、聖夜たちはどうした？ペガサスとオルフェはコキュートスの氷地獄に落とした。シュンは？シュンも一緒か？アンドロメダは？いや、あのお方はハーデス様として君臨なされた。何？バカな。それは一体どういうことだ？お前たちにいちいち説明する義理はない。シリュウ、ヒョウガ、先に行け。俺はこの男と差しで決着をつける。いいだろう。さあカノン、黒き谷の時の借りを返してくれるぞ。待て、ラダマンティス、自分だけで獲物を独り占めするつもりか？お前たちはミーノス、アイアコス。ほう、わざわざ三巨頭がガン首揃えてくれるとはありがたい。さあまとめてぶっ潰してくれるぞ。ふん、たった一人で我ら三人を相手にするつもりなのか？よかろう、教えてやるぞ、そのことの愚かさをな。今こそ見せてやるぞ、ゴールドセイントの真の力を。俺に歯向かったことを後悔させてやる。ファイト。このアイアコスがお前を攻撃。三人まとめてかかってこなくて大丈夫なのか？問題ない。俺一人で十分すぎる。僕と味わえ。早いな、スピードが自慢のアイアコス。何を驚いていたか。俺はもう完全に僕と味わえ。さすが三巨頭といったところか。ゴールドセイントも高速の剣を持っていることを忘れるな。まだ力を隠しているぞ。あまり油断していると全力を出す前に倒してしまうぞ。思い上がるな。貴様の敵に全てを見せる必要などない。ブロンズセイントごときに野望をくじかれた子は、なぜこれほど私も驚いている。己の欲望のために振るう剣、正義のために振るう剣、これほどまでに違いがあるとはな。パーフェクト、ウィナー。アテナに誓った忠誠の心、伊達ではない。これがゴールドセイントの力だ。小手調べが終わったのなら、そろそろ本気で来たらどうだ、アイアコス。なるほど、ラダマンティスが手こずるのもうなずける。体の自由が。あなたはもはや私。冥界三巨頭の力見せてもらおうか。ハーデス様の兄貴とはいえ単なる戦意、死んでもらう。ファイト。ギャラクティカイリュージョン。望み通り相手をやる。この天竜星ガルーのアイアコスがな。およく転生。
なるほど、たかがブロンズにこれほどの男があるとは思わない。バカな、この男俺のスピードをしのぐと。お前の攻撃のスピードさっきたっぷりと見せたかった。お前を倒す、砂の上を行けばいいわけだ。おのれフェニックス、貴様の死をもって償ってもらう。108のスペクターの中でも最強、ムダクラッシュ。ここが来たら破れてたまるか。まだ息がある。フェニックスというだけあって少しはしぶといよ。死んでもらうぞ、お前の負けだ。ギャラクタイリュージョン、笑わせるな。このガルーダの敵ではない。さあ、フェニックスの羽ばたきを受けろ。お前の全神経をズタズタにしてやる。フェニックス剣魔戦。勝者、フェニックスの剣は肉体よりも精神を砕く。この程度の実力とは。アテナのセイントとして失格。信じられん、アイアコスほどの男が。次は二人まとめてかかってくるか。何なんだ これは一体体がフェニックスの体が。バカな、一体一騎はどこへ。